てるかな。毎日みんなと過ごしてきた大切な思い出、一つ一つが宝物なんだ。星の輝きを一緒に感じてみよう。電車は急にはシャープできません。行けるところまでレッツゴー。海のように広い心であなたをお包みします。いえ、今のはなしで。気持ちもつながっているみたい。もっとこの海の世界に潜ってみたいな。闇に惑う全ての魂を清め導く希望のひらめき。やっぱり楽しいは正義なんだな。ねえ、君もそう思うでしょ。出してかく汗は気持ちがいいわね。きちんと笑えているでしょうか。やはりどうしても緊張してしまいますわ。
メリーゴーランドなんて久しぶりだわ。また私の勝ちだね。いいよ、何回だって君が納得するまで付き合ってあげる。どんなに暗くても心配しないで。マルたちの歌がきっとみんなの心を明るく照らすずら。カナタちゃんの大吉ポワと頑張れる気がするね。皆さんに出会えたことが私の人生の宝物なんです。異世界からやってきた花びら、一つ残らず回収して分析です。思いがちゃんと届きますように。相手がどんなに強くても諦めちゃいけない時がある。桜の花って言ったらニコよね。地球と一つになってるって感じがする。ホムロの和菓子が私は大好きなんです。ほら、行くわよ。今日は一緒に楽しむんでしょ。君と一緒に眺めていると何倍も綺麗に見える気がするの。わざわざマリーから見えないところに泊まるなんてシャイなバタフライなのね。これこそがみんな嬉しい素晴らしいお願いだって気づいちゃったんです。花火に光り輝く未来へ、あなたを連れて行ってあげる。トロピカルリゾートでスヤピーテンションアゲアゲなのだ。
敷も世界も明るく照らすよ。ミラーボール、スイッチオン。リトルデーモン末期？そんなこと言うわけないじゃない。皆さん、ありがとうございます。おかえりなさいませ、ご主人様。飾り付けをするとクリスマスだという気持ちが高まりますね。